さて、僕たちの熱戦も残すところあと2試合でございます。今日は高校野球も盛り上がってましたね。ちょっと我々まだ結果は知りませんけども、神村学園いかがでしたか？高校野球もいいですけど、こうやって高校生の夏の風物詩となれば、我々も 3x3 みんなに楽しんでほしいという願いは同じです。今日勝てば明日の決勝ラウンド、鹿児島代表として西日本こちらに進めるかどうか。それでは参りましょう。3時のヒコキン VS 大男のゲーム、 DJ 山もレディーゴOne point. はい、赤のユニフォーム大男、こちらは初戦勝利で終えているためにこのゲーム勝てば決勝トーナメント進出に近づきます。対するホワイト3時のヒコキンはゲームなんで敗れているため、マストウィンゲームとなります。ワンフェイク、ゲルワポイント、追加点はレッドの大男。ファールコール、シュートファールです。ワンチャン、
4分経過。ここはしのいで3時の飛行機1人かわす、ファールだ。ナイスパス。It's cool。おお、ナイスショー。大きな相手に対してはこのテクニカルなフローターでスコア。OK、ナイスフォロー。12対2、10点のリード、赤、大男。このまま勝ち上がれば、明日の決勝ラウンド進出が決まります。さらに広がって14対2。交代枠はなし、3人で戦います。サンジのヒコキン、ホワイト、ラクー、2ポイント、セプサイド2。はい、ここはショットクロックバイオレーションです。ラスト3分、合わせる。
ルーズボール男ギャラフィー。ワンポイント。これで18点目、ノックアウトまではあと3点。リバウンド、シャー、惜しい、中へ、これで20点。シェイク、ファルダOne point. ブロックショー。タイムアウトコールです。タイムアウトは大男がコール。このフリースローはベンチテクニカルファール。先ほどベンチの動きで違反があったという、違反行為があったというファールです。ワンショット、そのあたりもう一度オフェンス。オートボー、ツーポイント KO。ノックアウト、最後は見事22点締め。ファイナルスコア22対3、ウィナーは大男決定。おめでとう。はい、それではこちらインタビューエリアです。ちょっと勝利チームに来ていただきました。ちょっと自己紹介お願いします。篠山美月です。はい、先ほど無事素晴らしいプレーを見せてくれた選手に来ていただきましたけれども、どうですかこの会場でプレーできて。まあ、一つのコートにすごく観客がいる中での試合は初めてだったので、まあ、とてもいい緊張感が持ってました。ちょっとこの後ね、また集計をして明日の決勝トーナメント出場できるかどうかをまた判断いたしますけれども、一応明日の方へ意気込みをちょっとお願いいたします。今日無事2勝できたので、今日の試合を明日につなげて明日も2勝できるように頑張りたいと思います。はい、それではありがとうございました。